民のことはまるで考えて。俺は乱世の片隅に生きるしがない蔵票。今時代の中心にいるのはやはり董卓様ですね。圧倒的な権力を傘に着て都でやりたい放題。何でも元は辺境の地の一役人だったとか。そこからのし上がれるなんてついてますよね。ああ、俺にも訪れないかな。すごい幸運。宗久様の舞台がなんだっけ。そう、分裂したそうだ。なるほど、早急に駆けつけないとな。空いてるね。これからだんだんと冷えてくるのかな。
しい者はおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はっ、他の見張りにもそう伝えます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。へい、いらっしゃい。毎度どうも。わしの馬がご入り用で。またお待ちしてます。俺昔から親に言われてたんだよ、大人になったら楽用で働くようにってね。自作のために出かけた娘が帰ってこぬ。遠出をするなと言っておいたのに。Yeah.
何を召し上がりますか？またのお越しを。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。あなたは狩りをなさるのですか？実は私、狩猟は苦手ですが、獲物は大好きで。今後、何か狩られた時は私に見せてくれたら、相応の報酬をお支払いしますよ。応援してます。少しよろしいでしょうか？実はご相談したいことがあるんです。感謝します。どうか。あなたのお力を借りたいんです。お話だけでも聞いてください。よかった。そこのお方、わしの頼みを聞いてくださらぬか。ありがたい。あなたのお力を借りたいんです。よかった。感謝します。この地はわしが制圧した。感謝します。洛陽から東に行くと董卓が帝を押さえてから洛陽はすさむ一方だ。栄華を誇った漢の都もこれじゃ台無しだよ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
と。ありがとうございます。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？
せい。いや。私はわしが制圧した。
実は昔結構荒っぽいことをやってたんだ。ま、膝を負傷して引退したんだが、どうもその時の傷が痛んで仕方ない。よければ薬になるものをもらえないだろうか。それはありがたい。この辺に私はわしが制圧した。
上玉だぜ。さらって売り飛ばしちまおう。人に囲まれてしまいました。お父様の行き来を守っていれば。クソ、逃げろ。今度会ったらただじゃおかねえぞ。助けていただきありがとうございます。あなたの戦い方はとても美しいのですね。見ていたら新たな旋律が浮かんできました。楽陽に戻ったら早速奏でてみましょう。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな猛徳。さすがは歯を行く者よ。
敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。私が制圧した。今こそ敵の要所を叩くのね。さあ、参ろうぞ。今こそ敵の要所を叩く。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
お気をつけて。お気をつ。Hmph!